アニメーション研究家のゾウロヘイさんです。自己紹介お願いします。中国の北京から来ましたゾウロヘと申します。インターネットで日本電子の留学生の就職率が高いのを知り、日本電子を選びました。もともと日本のアニメが好きで、将来アニメの撮影監督になりたいです。設備がとてもいいと思います。そして放課後パソコン自習室も自由に使えるのでとても便利だと思います。最後に母国語で一言お願いします。希望在这里遇到同样喜欢动画的你，和我们一起度过充实的留学生活吧。ありがとうございました。自己紹介をどうぞ。アメリカから来たアニン・ピーター・ハオリです。いろいろな学校を見て回ってきて、この学校が一番業界に入りそうだと思ったので入りました。将来はアニメーターになりたいです。放課後先生と1対1でいろいろな技術を学べるところがいいと思います。 I think that if I can do it, just about anyone can. ありがとうございました。自己紹介お願いします。はい、イタリア出身のアロと申します。よろしくお願いします。そうですね、まあ日本に来たから日本語学校が通って、その担任の先生からおすすめされましたから、はい、日本電子を選んでみました。はい、将来の夢というと、やっぱりプロデューサーになりたいです。はい、やっぱりいいところというと、まあ、先生は、まあ、留学生と日本電子の、まあ、日本人の学生が同じ目で見られているんです。それはとてもいいところだと思います。はい、将来が積み手に日本電子。ありがとうございました。自己紹介をお願いいたします。はい、中国から来ました裁縫所です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本語学校の先生に勧められて体験入学をしたところ、雰囲気や先輩たちの作品が良かったので選びました。日本でデザインの仕事をしたいです。学園生活が楽しく、授業中にわからないことがあったら先生に気軽に聞けるのでとても安心です。让我们一起在日本电子专门学校加油。ありがとうございました。ありがとうございました。自己紹介をどうぞ。ロシアから参りましたボイジンコクセニアと申します。本校を卒業した友人も多かったし、就職率が高かったので選びました。将来はさまざまな技術を持っている電子機の技術者になりたいです。違う文化に理解してくれる職員が多くいらっしゃるところです。Приходите сюда учиться. Это за. Это за.